ことっすね。いねえか。なる。そして俺らも朝で、俺らにとっても朝。忘れてたわ。で、ここ開けてやったからもう地獄じゃん。そう。ここ開けてやらない。これ家帰った時ポケでも入ってるやつ。いや、そう。全員頭痛いらしいぞ。カンタ以外全員頭痛いですよ。俺ですか？カンタだって飲んでないっすよ。そんなのでやります。え、布団の上に投げてってあとやった方がいいか。それで一回無視するか。いや無視し、あ、元気な時にっていうパターンですよ。一旦この朝の時間にスーパーボールと会話するのやめるか。この裏がやめる。顔みんな青いんだよ。病人みたいな。結構ね。あやべえな、やべえんだな。結構やべえんだなって。ワインがうぜえなーって。確かにね、赤ワインが残ってるって完全に。昨日の負けさんはただの課長だったな。一番体調悪さにしたいし。課長の振る舞いしてたよ、俺。別に飲んでないじゃん。飲んでない。確かに。部長も来てるんだな。部長の前って若い子だ、みたいな。若い子が寿司飲まない。間違いない。で、課長潰れるって。一緒じゃないの？潰れんない。マンズじゃないんだよ。マンズマンズじゃない。あれマンズ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 本当のマンズマンズあ、マンズマンズ男3人で男3人のマンズマンズっていうメンとかになりそう。マンズ含めたマンズ。ユニットみたいな。難しい。何時にどうする？何が起こり得るかね。いや、バカバカバカ。あ、結構痛いね、これ。いや、これ痛いよね。これ痛えな。あ、でももう全部落としちゃってほしい気持ちはあるけど。この上のこれ。あ、それは大丈夫。そこの階段にはない。もうない。それはなんか、綺麗みたいなので許されてる。そういうやつに。昨日上上がってきた時にちょっとふんってなっちゃった。それはもう上で落ちてるやつもういいやん。いや、投げるのは違う。重力以上の力をかけるのは違う。もうこれ蕎麦食えなうやつだ。あ、蕎麦食えなうのか。蕎麦からね。